どうもすみません。本日発売日でございまして、まだお客様の前で歌うのが今日初めてでございます。ちょっとテンパってしまいまして、はい、どうもありがとうございます。また今日こちら、鈴木楽器店さんにお邪魔するのも全く初めてでございます。はい、定築レコードの秋山陽子です。今日お忙しい中、たくさんの皆様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうなんか本当に発売をね待ち遠しく、今日の日を随分指折り数えて楽しみにしていたんですけれども、こんなね素敵な皆様とこうしてスタートが切れましたこと心より御礼申し上げます。びっくりいたしました。うわ、ありがとうございます。お久しぶりですね。お写真をありがとうございます。書いてありますよ、日本一の歌姫。おお、ありがとうございます。本当にありがとうございます。どんな、またあとゆっくり見させていただきますと、胸にも私の写真つけていただいてありがとうございます。名物で、もう絵界に、ね、欠かせない感じで、どこで現れるかなという感じでございますけど、ありがとうございます。じゃあちょっと扱っておいていただきましょうか。はい、でも秋山陽子全く初めてという方もねいらっしゃると思いますので、ちょっとプロフィールなどもご紹介させていただこうかと思います。生まれも育ちも東京の下町江戸川区でございます。知ってます？隣が葛飾寅さんって有名なね、葛飾柴又とか近いところですが、川を一つ江戸川の川を越えますともう千葉県、ディズニーランドとかが近いんですけど、我が家はちっぽけなんですけどね、何が自慢かと言いますと屋上がちょっとありましてね、そこに行きますとディズニーランドの花火がちょっと遠いんですけどもね、タダで見れるんですよ。はい、そんなところでございます。